グレアム・ジョイスは、イギリスの作家。生涯に、オー・ヘンリー賞、世界幻想文学大賞、英国幻想文学大賞6回を受賞した。イギリス中部の都市コベントリー近郊にある、単校長で、労働者階級の家庭に生まれる。大学で教育学を学び、1977年に、ビショップ・ロンズデール・カレッジで学士号を、1980年に、レスター大学で修士号を取得。 1988年まで英国ユースクラブ連盟で働き、退職後ギリシャのレスボス島とクレタ島に転居して第1長編ドリームサイドを執筆。1991年に刊行。イングランドに帰国して専業作家となる。ノッティンガム・トレント大学より博士号を授与され、1996年から死去するまで同大学でクリエイティブライティングを教えた。家族は、 妻と、数を数め。2013年に、アクセリンパシュと診断され、2014年9月9日に、死去。イングランドライターズフットボールチームでは、性ゴールキーパーを務め、ドイツ、イタリア、スウェーデン、ノルウェー、イスラエル、ハンガリー、トルコ、オーストリアの作家ーチームとの国際定期戦に、出場した。その経験をもとにノンフィクションシンプルゴールキーピング。 メイドスペクタキュラーを執筆している。コベントリーシティ FC のサポーターでもあり、ファン人に時折執筆していた。ありがとうございます。